クロード・ジャドは、フランスのディジョン生まれの女優。本名は、クロード・マルセル・ジョレ。フランソワ・トリュフォーとクロード・ジャド・エイドの3人目の映画、ラブ・オン・ザ・ラン・ラブ・オン・ザ・ランのプレミアで、ディジョンで演劇を学んだ後、パリへ出て、舞台のキャリアを積んだ。ピランデロ作、ヘンリー4世に出演しているところを、フランソワ・トリュフォー監督に見出され、1968年、ヨギリの恋人たちで、 映画デビュー。僕らが初めて彼女を見たのはトリフォーのヨギリの恋人たちだったから当時彼女は20歳。クロード・ジャドは家庭、逃げ去る恋でドアネルと共に成長していった姿を僕らに見せてくれた。フィルムのラスト近くでアントワーヌとクリスティーヌは永遠の愛を誓う結婚を約束するが家庭で二人の中は決定的に亀裂が入り、 逃げ去る恋では競技離婚してしまう。1969年には、アルフレッド・ヒッチコックのトパーズに出演し国際的に活躍する。歴史的ラブコメディー、モンオンク・ベンジ・イン,ミーン・ミンでは、クロード・ジャドそしてジャック・ブレルドが恋人。映画、牧草地の船では、彼女は愛する二人の友情を破壊する若い、利己的な女性です。雪解けでは、ローラは、 アニー・ジラルドとジャンロ・シフォールの娘です。禁断の司祭では彼女は司祭の愛人です。彼女はまた二重の役割を果たしています。1975年、ザ・チョイス、1 9 1976年には日本映画、北の岬にも出演した。熊井系によるこのドラマでは第三世界の作手に対する社会的批判は 修道女とエンジニアの間の愛に関連しています。1980年代初頭、彼女は夫とモスクワに住んでいた。これらの年の間、彼女は2つのソビエト映画にも出演しました。長編映画に加えて、ロマン・ロド・ジャドはテレビ映画でも多く演じました。1979年、彼女はミニシリーズのヒロインでした三十カ桶島。2004年の映画、 A3 リモが最後の出演作品。2006年の劇場での彼女の最後の主要な役割は演劇のセリメント、セリーマンと数奇鏡でしたその後も映画、舞台、テレビで活躍し、1900、一時トリュフォーと婚約したこともあるが、1972年に外交官と結婚し、家族子がある。2006年12月1日、パリ郊外の病院で死去。 58歳没。彼女の知人の猿脚本家によると目の使用をわずらっていたという。ありがとうございます。